こんにちは、追っかけ情報局局員のペコです。今日はなんとトレジャーが9月に横浜のフェスに出演するということが決定したので、そちらについてお伝えしていきたいと思います。今回トレジャーが出演するフェスティバルはゴッドブリックフェスティバルというものになっております。このフェスティバルは横浜の赤レンガ倉庫で行われるものです。そしてトレジャーは第3弾のアーティスト発表で出演が決定しました。出演者はこれからも発表が行われていく予定だそうです。そして日にちなんですけども、日にちは9月23日の金曜日、そして3連休の初日となっております。このフェスティバルの出演者の中には、最近国民の注目が高いスカイハイさんも出演されます。トレジャーは今回初めての来日ということで、まだ日本のアーティストさんとこう直接お会いする機会はほとんどない状況なんですけども、今回スカイハイさんに会えるということで、どういう会話とかどういう感じなのかすごい気になりますね。そして局員さんの中にもBMSG さん担当の局員さんがたくさんいらっしゃるので、感想とか共有できたらなと思っております。チケット販売についてなんですけども、一般発売は9月3日の10時から行われるそうです。3連休の初日ということで、行ける方はぜひ応募してみてはいかがでしょうか。突然のフェスティバルの出演が決まったので、トゥメはかなり動揺していらっしゃると思いますが、カメバの情報だったりソウルコの情報だったり、こうやって突然来日が決定するという情報だったり、この数日で多くの情報があふれるトレジャーですが、どれも嬉しい情報ばっかりなので、これからもたくさんトレジャーを応援して、日本ツアーに向けてこうモチベーションを上げたりしていけたらなと思っております。今回はトレジャーが9月に来日して、そして横浜のフェスに出演するという情報をお伝えしました。最後までご視聴ありがとうございました。次回の追っかけ情報局で会いましょう。ピコでした。